い、というわけで皆さん、Today we are going to watch Bocchi Zaroku episode 3. We are gonna see how are they gonna recruit the vocalist, the red-haired one from the opening. And yeah, if you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And let's go. お姉ちゃんは学校何日も休めたから風邪ひけた方が良かった？全然良くないよ。学校行くのは嫌だけど、私みたいな人間は一日行かなかっただけでクラスのみんなから存在を忘れられてしまうんだ。なあ、that's sad。クソめんどいね。あ、お母さんがご飯だって。でも待ってよ。バンドしてライブハウスでバイトまでしちゃって。私もう陰キャじゃないのでは？ I don't think that's that easy. Yeah. Exactly what I expected. サブスク解禁されたね。バックウィンプズ。もうさ、昨日から聞きすぎて聞いてなくても曲聞こえる。Come on, join the conversation. パンドの話。ああ。後藤さんどうした？忘れました。この一瞬で？お昼だよ。No。よかったんだ。突然話に入ってきたと思ったら、私らの会話盗み聞きしてたんですか？後藤さんってヤバいやつだったんだ。絶対こうなってた。No。That's definitely not how it would be。I feel so bad for her。教室じゃ一人で食べにくいし、それに。私が人気ギタリストになった時落とし手で。高校の頃とか何してたの？学生の頃は友達いなくて、学校によくある机とか掃除道具とか置いてある謎スペースでお昼ご飯食べてました。楽しかったね。キタちゃんやっぱり歌うまいな。やめちゃったけどバンドでギターもしてたらしいよ。バンド？ Wait, kids don't try this at home, okay. そういえばニジカちゃんが新しいギターボーカルが欲しいって言ってた。Oh, is she gonna recruit her? 私は金属バンドに貢献するためにギターボーカル探しを。やっほー。めっちゃごめんだけど、一体どんな子なんだろう。絶対いい子だ。可愛くて運動ができて人望もあって、その上ギターまで弾けるなんて。そんな子を私が勧誘できるの？というかアイデンティティが、私のアイデンティティが崩壊する。でちょ。That wasn't even animated, right? Yeah, that's real life footage.教室まで来たはいいものの、まだ心の準備が。2組の後藤さんだよね。私の名前し、ねえ、誰かに用事でもあるの？ひ、言うんだ一人。パッキュッポー。突然のヒューマンビートボックス。ブツクパツク、ブツクパツク。Yeah, boots and gets, boots and gets. 聞いてください。 Damn, this anime is so fun. Real life footage in anime. How? And why?キタさん、いつの間に。後藤さんギター上手いのね。さっきの演奏すごく引きつけられるっていうか、たくさん褒めてくれるいい人。ねえ、他にも何か弾けるの？聞いて。Damn. Yeah. You love to have extroverts around you because they are the only ones that can make you talk. これは勧誘チャンス。自分のバンドのギターボーカルを探してて、その北さんギター弾けるって聞いたので。ああ、そっか。ねえねえ、後藤さん、私そのバンドには入れない。私は暗いけど他のメンバーは明るくて。いや、後藤さんが嫌とかじゃなくて。週末はみんなでバーベキュー。半年に一度の球技大会。ライブの打ち上げはリムジンだし。
私、ギター全く弾けないのね。前ちょっといたバンドもね、先輩目当てで弾けるって嘘ついて入っちゃったというか。Oh, so she only knows how to sing, right? ギターってこっちじゃんじゃんするだけじゃないのね。この木の棒、飾りかと思ってた。初心者が一人で始めるには難しすぎるのよね。メジャーコード？マイナー？野球の話？後藤さんは誰かに教えてもらったの？ギター。 He self-taught。 いや、ほとんど独学で。え？ほんと？ Yeah. すごい。いや、全然。そうだ、後藤さん、ギター教えてくれない？私の先生になって。隣にスタジオとかない？そこでお願い。わかりました。私のバーカーは断れ。今日早速行ってもいい？はい。ぼちちゃんからだ。すみません、 EDM ガンガンかけてりょうさんとエナジードリンク片手に踊り狂いながらバイトしててください。なんだこれ。Oh my god, what's gonna happen? 来たことあるんですか？私の前のバンド下北系だったから。それにメンバーの先輩たちがここに住んでて。 Am I tripping? Or she was in the band with Nijika and Ryo? そうなんですね。 That would be really, really big plot twist. もうすぐなんで、場所はスターリーってところです。そこにニジカちゃんとリョウさんがもういるはず。I guess right. No way. ごめん、理由は言えないけど、そこにはどうしても行けない。ここに来たことは絶対にその人たちにも言う。ぼーちちゃん。逃げた人。逃げた。ギター。ギターちゃん、なんでここに？あの私。あれ？Wait, so she likes Ryo? キタちゃん、ギター弾けなかったの？はい。だから合わせの練習固くなに避けてたんだね。Mm-hmm. 突然音信不通になったから心配してた。リョウさん、さすが。死んだかと思って最近の毎日を。What? さすが。死んだかと思って最近は毎日お線香をあげてた。What is this anime? あの日はなんとかなったしね。でも、それじゃあ私の気が収まりません。何か罪滅ぼしさせてください。じゃあ今日一日ライブハウス手伝ってくんない？忙しくなりそうだから。それだけじゃ。いや、十分助かるよ。よろしくね。Made outfit。店長さん、なんであんな服持ってるんだろう。あいつ臨時なのに使えるな。え、ほんと？キタちゃん手際いいね。キタちゃん愛想いいし、受付も覚えてみる？教えるね。はい。私の任されていない仕事まで。ドリンク代500円です。今日はどのバンドを見に来られましたか？フライヤーもよかったらどうぞ。 Damn those extroverts。 ぼっち、そんなところで何してる？キタキタ。喪失中です。では聞いてください。その日入った新人より使えないダメバイトのエネジー。 Guys, my mouth hurts from the smiling. 貴重な体験できて楽しかったです。 Oh my god, I have to stop smiling. ぼちちゃん、キタちゃんにドリンク教えてあげてよ。はい。She's gonna spill it. Yeah. I hope that's not a coffee. 大丈夫？あれ？この指先。あの、もしかして北さんの言ってた憧れの先輩って。リョウ先輩。どうぞ。So does she love her? 私は違って不純なんだけど、先輩の路上ライブ見て一目惚れしたの。Oh, nice. そして何より楽器が様になってて。あ、
それはわかります。私が持つとどうしても楽器に持たされてる感が。そう、楽器が本体みたいになっちゃう。この感じなんなのかしらね。なんか急に親近感が。Yeah, she's actually talking. はい、少々お待ちください。クッパイ親近感。調子乗ってすみません。部活とか何もしてこなかったし、そういうのに憧れてたんだ。わかるな。私もずっと憧れてたから。そう、私は結束バンドに入って先輩の娘になりたかったの。友達より深く密に。あれ、北さんって結構ヤバい人？バンドにはもう入らないけどね。But she's gonna join. 私みたいな無責任な人間はダメよ。バンドなんてしちゃ。Tell her something. Tell her something. Come on, Bocchi. Hitori. She slipped. Bocchi-chan! Moshikashite, mada watashi no koto? Gomen ne. Sakki itta toori, watashi kessoku bando ni wa hairenai wa. Gita o hikenai shi, ichido nigedashita ningen da shi.What? 私もライブ前に逃げ出して米箱に隠れて。北さんの左手。指の先の皮が硬くて。Oh, she practices, right? かなりギター練習してないと思わない。北ちゃんもこれから結束バンド一緒に盛り上げてほしいな。なんで私にそんな。え？だって北ちゃんが逃げ出してなかったらぼっちちゃんとも会えてなかったよ。うん。亮も戻ってきてくれたら嬉しいよね。スタジオ代もノルマも四分割。素直な言い方しなよ。自分のノルマ貢ぎたい。でも私ギター。But you can learn。大丈夫。ぼっちちゃんが先生してくれるよ。Yeah。はい。この流れ断れるわけない。Yeah, that's right.私頑張る。結束バンドのギターとして。あ、でも先輩たち今のパリピバンド路線はやめた方がいいですよ。今踊り狂ってるんですよね。それどこ情報？元通りに慣れてよかった。グダグダだったけど。No way。引き止めようとしてよかった。私頑張った。ああ、ぼっちちゃん待ってよ。今日一番の功労者なのに。ぼっちのおかげで復活できた。後藤さんありがとう。ああ、いや、私は大したことなくて。Praise me。褒めて。絶対大したことしたと思ってる。後藤さんすぐ顔に出るのね。ベースって弦が4本のやつでしょ。ほら、ちゃんと6本あるでしょ。弦が6本のとかもあります。Some。それ多弦ベース。え？ん？北さん、お父さんにお小遣いとお年玉2年分前借りしたのに。北ちゃーん、もういやー、私ギターやめます。え、もう買えたの？ねえ、これもしかして不良品？またベース？間違いなくギターです。お父さんには放課後や昼休みにギターを教えてもらってるのに。あ、いや、両先輩もギター貸してくれたし、みんなに助けてもらった分。 She still doesn't have anything other that she can do. 本当に良かったですね。Other than teaching her. ベース買い取ってくれて。うん。でも渡される時に。これで私は所持金が底をついたので、草を食べて生きていきます。She's actually eating weeds. What's happening? Oh my god, guys, my. Can you recommend me some, I don't know, depressing, sad anime that I can watch so I don't have to smile the whole 22 minutes? Please. Damn. Okay, that's it, guys. Thanks for watching Bocchi the Rock episode 3. If you liked
this reaction, then press the like button and subscribe to my channel. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, I need water. I need a bottle of water. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And see you guys next time. Mata ne.